おじさんです。引き続き、味覚の仕組みについて説明していきます。動物が化学物質を口に入れたとき、味として感じるためには、その物質の2つの条件をクリアする必要があります。第一の条件は、水に溶けることです。未細胞は、水に溶けた物質にだけ反応します。厳密に言えば。 未来の味感を満たしている液体に溶けなければいけません。プラスチックやビニールを口に入れても何の味もしないのはこれらの物質が水に溶けないからです。人気 YouTuber の瀬戸康二さんがダバダーという女性のボーカルと共に、口にビニールを入れるパフォーマンスを行っていますが、無味だと感じているかと存じます。でんぷんやタンパク質なども水に溶けにくいです。ご飯やうどん。 パンなど、澱粉を主体とした食べ物が淡白な味に感じられるのはそのためです。第二の条件は、味の受容体に作用することです。例えば、アルミ細胞が砂糖に対して高い感受性を持つということは、その細胞膜に砂糖に対応する受容体があることを意味します。砂糖に対する受容体は、砂糖の分子を受け入れるのにぴったり合う形をしています。 砂糖がが鍵、鍵その鍵穴に当たるところが受容体です。1つの受容体は1種類の基本味にしか対応しません。人には5種類の受容体があるため5つの基本味を感じることができるのです。受容体に味物質が結合すると2細胞に電位変化が起きます。これが脳に伝えられて味として認識されるのです。 どの味にに対すす。るる受容体を持っってているかは、動物によって異なります例えば猫の未細胞には砂糖に対する受容体がありませんこのため猫の口に砂糖を入れても未細胞に電位変化が起こらないので猫は何の味も感じないのですビニールを口に含んでいるのと同じく無味なのです日常経験する味が ナトリウムだけなど単一の成分であることはめったにありません。大体いい複数の成分の混合味で、相互作用によって単一で感じる味とは異なることがあります。相互作用には舌の上で起こるものと脳で起こるものがありますが、かなりの作用が舌の上で起こっていると考えられています。相互作用には、同質の味同士の相互作用と、 異質の味による相互作用があります同質の味同士の相互作用では単独の味の強さの和になる場合を相加効果和より大きくなるときには相乗効果単独の味の強さの和よりも小さくなる場合を相殺効果と呼びます相加作用では砂糖とか糖などは量が増えるほど甘さが強く感じられます相乗効果の代表的なものが うまみ物質にはグルタミン酸に代表されるアミノ酸系の物質とイノシン酸やグアニル酸などの核酸系の物質がありますグルタミン酸は昆布やチーズ白菜トマト味噌ホタテなどに多く含まれますイノシン酸は鶏牛豚の肉鰹節や煮干し焼きあご熟成した魚に含まれる成分です また、グアニル酸は干し椎茸に多く含有されるうまみ成分です。アミノ酸系物質は濃度を上げるに従ってうまみが増強しますが、核酸系の物質は濃度を増してもうまみは増強しません。昆布を水につけておくとうまみが増強したり、鰹節をたくさん入れて出汁をとっても一定量を超えるとあまり変化がないのはこのためです。しかしか アミノ酸と核酸系の旨味物質を混ぜると旨味の強さはそれぞれの味が示す輪の数倍から数十倍に増強されますグルタミン酸を含む昆布とイノシン酸を含む鰹節はそれぞれの旨味成分含有量が多い上に相乗効果によって旨味の満ち引きと叫ばずにはいられないこともない旨味の増強が見込めます 料理を作って何か物足りないないと感じたら出汁やコンソメを加えてみると良いかもしれません感覚知覚心理学におじさんは和食では昆布とアゴなどが入った出汁の粉末中華料理では鶏ガラとホタテの粉末洋食では香味野菜などのコンソメを投入しグルタミン酸とイノシン酸の相乗効果を狙うようにしています。 これだけで大抵の料理は美味しく感じられると信じ込んでいます異質の味について最もよく調べられているのは塩と他の味物質の相互作用です塩には甘みや旨味の需要部に作用してそれらの味を強く感じられるようにする働きがあります肉や魚の味はアミノ酸の種類や量で決まりますが これに塩や醤油をかけるとアミノ酸系の甘みが非常に強くなりますまた砂糖に少量の塩を加えると甘さが増強されたりしますまた酸味は塩味塩味は酸味とうま味苦味は甘味と酸味によって感じ方が弱まる傾向にあります脊椎動物の味覚受容器は未来です未来はその名の通り 花のつぼみのような形をしていて、断面は玉ねぎを縦に割ったような形をしています。未来を構成するのは感覚細胞の未細胞、支持細胞と基定細胞で、全体が上皮に埋まっています。未細胞は未細胞を感知する円柱状の細胞で、その先端からはミケと呼ばれる長いび重毛が出ています。未細胞の周囲には支持細胞があります。 支持細胞には文字通り未細胞を支える他に未来の表面に粘膜を分布する役割があります。未細胞と支持細胞は10日くらいで寿命がつき、続々と新しい細胞に置き換えられていきます。新しい細胞は未来の下の方に並ぶ多角形の規定細胞により補充されます。舌を火けして味覚がおかしくなっても、 しばらく経つと新しい細胞に置き換わり、味覚が元通りになるのは事のためです。未細胞内で情報を伝える酵素の働きは低温、高温では鈍化し、味を感じにくくなります。そのため、キンキンに冷えてやがるビールやコーラでは、ちょうど良い苦みや甘さでも、常温に戻したビールやコーラでは苦かったり甘かったりするのです。未来を上から見ると、 中心部に未耕という小さな穴が開いています。この奥は広くなっていて未完となっています。アジカンは液体に満たされていて、その中に未細胞の味気が収始しています。味を持つ、化学物質は味感を満たす。液体に溶けて味気で味として感知されます。未来は舌の先や側面と付け根上顎の奥軟膏外矢野戸にも分布しており。 5つの味はのののどの場所の未来でも感じられるまた有核乳頭などの突起状の組織の表面に埋め込まれています未細胞には1型細胞、アン細胞、2型細胞、明細胞、3型細胞、中間細胞の3種類があります。2型細胞は甘味かうま味か苦味を感知します。 3型細胞は酸味を感知すると考えられています。1型細胞は未細胞を維持するための支持細胞として働きます。塩味を受容する細胞はよく分かっていませんが3型細胞になっているとする説もあります。4型細胞は規定細胞で、1から3型細胞の全駆細胞です。 未来内の細胞は平均10日くらいで新しい細胞に置き換えられています未来の数は動物によって異なります未来の数が少ないのはクジラ類やカモノハシなどの炭鉱類ナマケモノやアルマジロなどの品種類などですこれらの哺乳類は口に入れた食べ物をすぐに飲み込んでしまいます 肉食の哺乳類も未来が少ないのです。例えば猫の未来は約500個です。肉食動物は生きている動物を飼って、その場で召し上がられるので、毒味の必要がないのです。反対に草食の哺乳類は未来の数が非常に多いです。豚やヤギは1万5000個、イエウサギは1万7000個、牛は2万5000個の未来を持っています。 草食動物が食べる草は毒が含まれることが多く、見た目も大抵似ています。無数の草から栄養か毒かを判別する装置が未来なのです。人は肉食動物と草食動物の間くらいの5000から7000個くらいです。ナマズの未来数は20万個とずば抜けていますが、これは全身に未来が分布し、特にヒゲに密集しています。ドブの中で 視覚の代わりに味で体に触れた小魚を察知するのです人の未来は主に舌の表面にあります舌を鏡に映してみるとその表面はザラザラで小さな突起がたくさん分布していることが観察できますこの突起を舌乳頭と総称します舌乳頭はその形によって4種類に分けられます 下の全部の絶対と後部の絶魂の境にある分解口に沿って一列に並んでいるのが大きな有核乳頭です絶対の左右両側には洋上乳頭が配列しています絶対の中央には見える白い箇所が四上乳頭が集まったところでその間に点在する赤い部分端状乳頭です未来は 有乳頭と養生乳頭の側面と地上乳頭の表面に分布しています。四条乳頭は味覚には直接関係なく、主に触覚に関与しています。隣り合った乳頭の間のくぼみには唾液を分泌する唾液腺の一種の絶腺、別名エブネル腺があります。唾液のおかげで食べ物を次々と洗いがなして常に新しい味に反応できるのです。 口の中に入れたものが自分にとって栄養になるものなのかそれとも有害なのかそれは分子構造のわずかな違いで決まります基本的には私たちは栄養になるものは好ましい味と感じ有害なものは嫌な味に感じますまた消化できず栄養にならないものの味は通常感じません味覚は 口に入れたものの分子構造を素早く調べて栄養か有害かを判別するセンサーです。食べたものを味わっておいしいと感じる時の働きを見ていきます。私たちがものを食べてこれはうまし感じるとき味覚が感知した味に匂いや食感記憶好き嫌いの情報が加わっています。その過程では。 脳の様々な部分が働いています食べ物の分子は舌などのある未細胞で感知されると味覚神経によって脳の下部にある延髄の古足角という部分に伝わりますここで塩味や甘味などの味の情報が中継されます味の情報が大脳皮質の二次味覚屋に伝わると ここで匂いや食感の情報と統合されて私たちが感じる味のイメージが作られます扁桃体では味の好き嫌いの情報判断がなされます海馬で作られ大脳皮質に保持された記憶をもとに何の味かが認識されます味を感じる未細胞には数十個集まって未来という構造を作っています未来には 舌の表面や喉、上顎の奥の軟口蓋という場所に散らばっています。未細胞で味の分子を感知すると、その情報は味覚神経を通って、まず塩髄の骨組核という場所に送られます。そして味の情報をもとに、反射的な反応が起きます。例えば、唾液が分泌されたり、酸っぱいものを食べたときに顔をしかめて吐き気を催したりするのは、 この段階で起きますまず栄養か有害かという重要な判断が真っ先に起き、体内に取り入れるか吐き出すかという対応まで完了してしまいます。このように、味の基本的な選別反射的な反応は、塩髄を含む脳幹で起きるため、大脳に障害があっても起きます。例えば、焼肉を食べているとします。角では 塩味やうまみなどの味情報が引き継がれて、師匠を経て大脳の一次味覚屋に送られ、味の強さや質が分析されます。さらに、第二次味覚屋で嗅覚や触覚からの風味、食感などの情報が組み合わされます。ここで、私たちが焼肉を食べたときに感じる焼肉の味のイメージが形成されます。扁桃体では 食べているものが好きか嫌いかという情動の情報が判断され、視床下部で食欲を司るホルモンが分泌されるなどの現象が起きます。また、海馬では味の記憶が形成されます。なお、古側角では嫌な味に分類されても、大脳でおいしいとして感じられるようになることがよくあります。実は、は、苦味味や酸味は 本来は嫌な味でであり、毒や腐敗物のサインです。赤ちゃん、失栄、赤さんの口内に酸っぱいものや苦いものを含ませるとすぐに嫌な顔を浮かべたりします。一方でグレープフルーツの酸味や苦味、コーヒーやビールの苦みが好きだという人は多いです。これらの味をおいしいと感じるのはそれらが安全な食べ物で、 体に良い作用をするものだと大脳が学習した結果です5種類の味覚は基本味と呼ばれていますがこの基本味以外の感覚例えば唐辛子に含まれるカプサイシンの辛みは厳密に言えば味覚には含まれません辛み物質カプサイシンは味覚受容体ではなく口腔粘膜の通覚受容体を刺激し 辛みが生じさせます口腔粘膜の温受容体 TRPV1 を刺激し、放熱現象の発汗が起こり、温受容体が刺激されると味覚が増強されるのです。温受容体が反応すると痛みを緩和する β エンドルフィンが分泌されます。この β エンドルフィンは強い快感を引き起こすため、辛いものを食べると気分が爽快になり、病みつきになっていくのです。 辛さがたまらないぞというのは体が攻撃されて生命が脅かされ快楽物質を出して痛みを緩和しようという働きがたまらんということです味の感じ方は人によって異なります例えばブロッコリーなどの野菜を食べたときに苦味を強く感じる人とあまり感じない人がいることが知られています後者の人々は、 他の味は感じることができるので、味覚に問題がある味覚障害ではありません。この現象をみ毛と言います。み毛の人は、苦味物質フェニルチオカーバミド PTC に対する苦味受容体を遺伝的に持たない人で、人口の約30%はいます。苦味をどのくらい感じるかは、その人の遺伝的性質によります。スーパーテイスターと呼ばれる人は、 舌先の事情乳糖体の数が通常の16倍ほどあり、組、塩味、甘味、酸味、食感の感受性が、個人差はありますが高いです。特に苦味に対して敏感で、野菜の苦味を強く感じます。この苦味の感じやすさは、特に生まれながら持っているタス 2R38 という5番染色体にある遺伝子の変異体によることが多いのです。 もしスーパーテースターならなら有性遺伝子のコピーを2つ、ノンテースターなら劣性遺伝子のコピーを2つ持っています。テースターなら有性と劣性の遺伝子のコピーを1つずつ持ちます。コーカソイドの60%がテースター、40%がスーパーテースターとノンテースターの半々になります。モンゴロイドとネグロイドの人は、 テイスターとノンテイスターに比べて、スーパーテイスターの割合が高いです。スーパーテイスターの人は、苦味を強く感じる受容体を持つ人は、苦味の感じ方が弱い受容体を持つ人に比べ、子供の頃に野菜を避ける傾向があると言われています。ただし、大人になるとそのような差はなくなっていくと考えられています。 陸上の生物の未来はほとんどが下に集中しています。しかし、このように未来の範囲が限定されるのは成長してからなのです。胎児から幼児のときには、もっと広い範囲に未来が分布しており、発生4ヶ月の胎児は下だけでなく、歯肉や頬の粘膜や唇、食道と内臓の一部まで広がっています。乳児期も未来の数は多いのです。 乳児期に未来が多いのは、味の学習に関連があると言われており、子どもが大人よりも味の好き嫌いが多いのも未来が多いことが原因の一つと考えられています。成長するにつれて、未来の分布範囲は次第に狭くなります。幼児期は、吸引した母乳が当たる口外にある未来が母乳の味を感知する働きをしているのですが、 死肉や更新からは徐々に未来は少なくなっていきます。と入ってもこの段階でも約1万の未来があります。洋水や母乳には昆布と同様にうまみ成分のグルタミン酸がたくさん含まれています。人はうまみ成分を発生から感知してうまいと感じているのです。 うまみという点のみに着目するとおしゃぶり、昆布的なものは離乳食的に理にかなっているかもしれません。そのほか、栄養的・発達的なことはわからないのであれですが、思春期までに下、舌、口外、口頭外を除いて未来はなくなっていき、成人になると乳幼児期の半分にまで減少します。老年期になると未来の数は著しく減り、 味に対すす。る感度も低下していきます特に塩味に対する感度は低下する傾向にありますある感覚が他の感覚に影響を及ぼすことを感覚間相互作用と言います。最後に嗅覚と味覚が他の感覚にどのような影響を及ぼされるのかを見ていきましょう。 風邪をひいて鼻が詰まっている時に食べ物や飲み物を味気なく感じることはないでしょうかバラの匂いのおじさんは慢性鼻炎ゆえ1年のほとんどはそんな感じですこれはなぜなのでしょうかおじさんの慢性鼻炎事情ではなく味気ない方の理由です下の未来はきちんと機能しているのに不思議です 黒柳徹子さんのモノマネよろしく鼻をしっかりとつまんで誰かに食べ物を口に入れてもらってください。芸能人なんとかチェックのあれのような感じです。おそらくそれがかなりの刺激物でない限り何を口に入れられたか言い当てるのはとても難しいかと思います。匂いを感じない状態で玉ねぎとリンゴ。 赤ワインと冷めたコーヒーを区別するのは、なかなか難しいのです。私たちは、二つの異なる経路を通して匂いを感じます。一つ目は、オルソネーザルといい、周りの空気に含まれる匂いを鼻先で感じ、経路です。もう一つは、レトロネーザルという。飲食物を飲み込むときに、口の奥から鼻に流れ込む揮発性の方向分子を嗅ぎ取る経路です。 食べ物のオルソネーザルを嗅ぐことで人はその食べ物がどんな味がするのか好みに合っているかなどの予想を立てることができますその一方で味や好き嫌いといった実際の食体験に影響するのは食べ物を飲み込む時に感じるレトロネーザルの方ですしかしながらほとんどの場合 自分の舌で感じていると考える味覚のうちどの程度の情報量が実際にはレトロネーザル経路を伝わっているかまるっきりわかりません。というのも食べ物の香りの大部分は鼻ではなく下そのもので知覚されているかのように感じられるのです。この不思議な現象をオーラルリファラルと言います。黒柳徹子さんのモノマネよろしく。 親指と人差し指で自分の鼻をつまんでエアゲストに対してちょっとあーたと言ってルールル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 ルした後、グミのようなものがお近くにあれば食べてみてくださいおそらく甘さを感じるかと思いますちょっとした酸っぱさも感じるかもしれません そこから数回噛んだ後指を離してモノマネモードを解除するとオレンジやブドウなどのフレーバーがどっと広がるかと思いますさらにそのフレーバーは鼻ではなく口で感じているような気になるかと思いますこのように香りを口で感じているように錯覚することをオーラルリファラルと呼びますバニラやカラメルイチゴの香りは甘さを感じます 嗅覚なのでで不思議です。食品会社ではアイスクリームの甘さを引き立てるためにバニラのフレーバーを添加しています未来は低温化では活動が低下し甘さを感じなくなりますが匂いは感じ続けています常温のコーラは冷えたコーラよりもびっくりするほど甘いです 飲み物自体の成分は同じでも温度が変わると未来が脳に送るシグナルが変わります。普通コーラは冷やして飲むのでメーカーは鼻で感じる甘さを添加するのです。飲食体験においては匂いが極めて重要なのですが身の回りの食べ物や飲み物はオルソネーザルを介した嗅覚に最適化されていません。 ホットコーヒーの紙コップにかぶせる蓋なんかが最たる例です蓋のおかげでコーヒーをこぼす心配をしなくてよいのですがカップの中の香りを楽しむことができません最近のコンビニコーヒーの蓋の中には飲み口の蓋を起こすと鼻の位置に穴が開いて直接香りを楽しめる工夫をしているそうです